こんにちは、シエルです。今日は私のお気に入りのコスメをご紹介したいと思います。マスカラなんですけども、こちらがヘレナ・ルビンスタインのラッシュクイーンフェリンブラックウォータープルーフ01番のブラックのお色のものです。まあ、このマスカラを知ったきっかけが、数年前に日テレのジップに海外ドラマのコメンテーターとして出演したことがあるんですけども、その時の日テレのメイクさんがこれを教えてくれました。メイクさんがまあ全部お顔のメイクやってくれるんだけど、マスカラだけは自分でやってくださいって言われて渡されたのがこれ で、それをね塗った時にこれはなんだとすごいびっくりしたの、今でも覚えています。まあいろんなマスカラがあると思うんだけど、やっぱこれね塗った時に本当感動するぐらい、綺麗にね伸びるんですよ。マツエク並みにすごい綺麗にスッて長く濃くなるマスカラなので、その時にこれをね知ってからもうすぐ買いに行って、それからもう数年ずっとこれを使ってます。で、ヘレナ・ルビンスタインのシリーズはいくつかねいろいろ買ったんだけど、結局このねヒョウ柄のこの形のものに落ち着きました。はい。で、昔つけまつげつけてたこともあったんですよ。撮影の時とかそういう本番の時だけなんですけど、ただやっぱなんかすごい違和感があって、で私ねまつエクがちょっと怖いんですよね。なんかまつげが抜けちゃうようなイメージがあって、でまつエクとかしたことがないんですけど、これを塗った時にこう自分のまつげがすごいまつエクしてるみたいみたいな感じに思ったので、すごく私的にはおすすめです。でこれほんとね使ってみると感動すると思いますよ。こんな感じで濃いめのブラックがね、このヘレナ・ルビンスタインのマスカラだけはほんと手放せなくて、一度塗りだと綺麗に細くついて、二度塗り三度塗りでどんどん濃くなっていくので、濃いめのメイクにしたい時は結構がっつりね何度も塗るとすごい目力のある目になります。普段のメイクは私は2回ぐらい でマジックショーの本番とかテレビとか、撮影の時は結構がっつり何度も塗ってっていう感じで、使っています。で、私はいつもこれ Amazon で買うんですけど、 Amazon で3480円で買いました。本当は4536円、ピッピってなって3480円なんですけども、Amazon で買うときにいろんなねコスメのショップがあって、なんか送料別とかそういうところもあるので、私は送料込みで、この3480円で買ってます。普通の薬局に売ってるものよりは3倍ぐらいするのかな、ちょっとお値段は高いんですけれども、濃く長く綺麗につく、これがねやっぱり一番いいなと思います。よかったら皆さんもこちらチェックしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またお気に入りのコスメがあったらね、こちらでご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。